日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらロリアンというお店のモンブランロールケーキを食べたいと思います。ロールケーキがでかでか、結構で大きめのロールケーキがあって、その上にいわゆるモンブランクリーム、クリームなのかな、いやペーストなのかな、どっちか、ちょっと見た目からはわからないんですけど、が入ってます。た入ってるじゃないわ、たっぷり乗っています。で、横から見るとこんな風にクリームも中に生クリームが入ってて結構大きいんですよね。なので、食べるのが楽しみです。はい、ただ、こう思うので持つのは無理ですね。ちょっととりあえずセロハン剥がします。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、ね、ではいただきます。まろやかに優しい甘さがあなたを包み込むって本当に素敵なことだと思わないかしら。そうですね、なんて言ったらいいのか、さっぱりとしている部分がある反面で、ね、ちょっとまろやかで優しくて、それで栗の甘さをたっぷり感じられるというのは本当にいいです。そして中のスポンジもあっさりしてますし、生クリームもパクパク食べ進められるさっぱり感があるのは本当に嬉しいですね。いわゆるバースデーケーキとはちょっと違うかもしれませんが、特別な日に食べるのにモンブランとして最適な商品ではないか、そう思います。ただ一人で食べるのは結構溜まってきますね。これま、何人かで食べるのが一番かな。ごちそうさまでした。最初じゃないわ、今回モンブランロール食べてないね。こちらのモンブランロール、楽天で買って冷凍で届いたんですけど、なんか上手なカット方法とか書いてあるあたり、本来一人で食べることは想定していないのに、まあ実際食べてみて結構ずっしりきますね。生地はふわっとしていて、中のクリームもあっさりでしている系なので、マロンペーストの甘さとところどころに入っている栗の食感を感じることができました。モンブランのおすすめであれば、もうちょっとペーストあってもいいかなと思う部分はあったものの、でも美味しかったです。ただ結構量が多いので、やはり一人で食べるものではないかもしれません。栗の甘さを堪能できてとっても美味しかったので、今日の食べたモンブランロールは5点とさせていただきます。それでは、もしあなたがモンブランが好きでちょっと変わった形も食べてみたいなと思っているのであれば、こちらロリアンのモンブランロールぜひ食べてみてほしいです。おすすめします。それでは、夕立ちに少女いるかな、今日暑いほど。確かに夕立ちは夏のイメージありますけど、ね、というで最後になります。改めて本日食べはロリアンというお店のモンブランロールを食べてみました。あなたもぜひ食べてみたいでしょう。それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。